こんにちは東大合格受け入の時田裕光です今回は高校2年生高校3年生向けの模試対策数学から不等式の証明について解説していきたいと思いますさあ行きましょう えこちらの動画は、えー、定期テストではまあそれなりに点数出せるんだけどでももしになると全然やり方分かんなくなってもう混乱しちゃうって人とか、えー、基本的なことは勉強したんだけどなんか応用問題解けないって人向けに解説しておりますので最後までね是非一緒に見て実力アップしていきましょう。では今回の問題はこちらです。えー、今括弧1では x² と y² と z² これを足し算したものと。 XY ZX z YZ を足し算したものこれを比べてみるとこっちのね左辺の方があ左辺は右辺以上ですよと、まあ、これを示しなさいというような問題そして2番は x と y と z の足し算が1っていう条件の時に xy たす yz たす z x っていうのが3分の1以下であるよってことを示しなさいって問題ですじゃあこれどういうふうに考えるのか っていうとこれ不等式の証明っていうのはね、えー、教科書とかでもやったことがある人もね多いんじゃないかなと思いますが基本的に不等式を、えー、示す重要な方針があります重要な方針はいこれ問題を解く上でまずはねここから考えてみるといいかなと思いますどういうものかっていうと不等式を示す重要方針としては2乗の形を作るんですねでこれ2乗の形っていうのは必ず0以上なわけです でこれをいくつ足したとしても必ず0以上なわけですね。はい、なので2乗の、えー、和の形を作ると必ず0以上っていうふうになります。不等式を示す時には、えー、式をですね全部、えー、左辺から右辺にね、えー、持ってきてあ左辺の方に右辺を持ってきて計算してこの形にならないかなっていうことを考えてみてください。 ももう一個あるかもしれませんよ。括弧の2乗がもう1個あったとしても必ず0以上なので、えー、これはどれだけ足したとしても0以上ってことをちゃんと言えるんだよとまあそういう感じですでそれから次数を見てください,、はい。今回だったら2次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 ,2次,2次っていうふうに全部2次ですよねはいで2次の場合はこれ括弧×括弧っていうこの積が2つの形積2つの形を作るってことを考えましょう そして3次であればこの括弧が、えー、3つになるつまり積が3つの形になるこことととを意識ししして計算しましょうといういです、はい。今回はまあ1番も2番も、えー、全部2次の式なのでこのカッコかける×ッコ、つまり積2つの形で、えー、できないかなってことを考えるということとこのね不等式を示す重要方針を使って考えていきたいと思います。 はいえー、ではか,1からやっていきましょうこの形で xyz 乗 y 2乗 Z 2乗とか、まあ、あるんですがこっち xyyzzx y y ってありますよね、はい。じゃあこれどうするのかっていった、まあえー、っときに一番最初にやってしまいそうになるのが左辺引く右辺をして、はいえー、そうすると x+y+z 乗す乗す。Z 2乗 引く xy+yz+zx って形になってまあ共通してるのがなんか x だから x-y かなってでここ y が共通してるからえ y-z かなってで z が共通してるからえ z-x かなってでもこの形だったらなんかあれえっ、ー、とこれがなんか x と y どっちが大きいかわかんないなって。 YZ もどっちが大きいか分かんない、z-x もどっちが大きいか分かんない、あれこれだと、なんか正になる時もあれば、負の時もあって、なんかちょっとよく分かんないって感じになっちゃいますね。はい、なので、えー、この形はちょっと作れないよということです。はい、不等式を示す重要方針としては、2乗って形でしたよね。で、しかも今、2次の形です。はい、じゃあ、ここからどうするのかっていうと、ここ、xy っていうのがありますよね。 xy ってどういうふうにしたら作れるのかって言ったら係数は考えないで、えー、見てみるとこの形を作ると xy って出てきますよね。-2xy っていうのが出てきます。はい。その代わりこれ括弧の2乗なのであ不等式を示すね、えー、重要方針としてはこれ理にかなってる形ですよね。はい。そしたら x の2乗ができて y の2乗もできる。なるほど。うん では同じように yz ってどうやって作れるかって言ったら、はい、y く z の2乗って形で作れるなってことが分かると思います。いいでしょうか。はい最後 z く x のこれ2乗って形でこれ作れますよね。いいですかそうすると xy できる yz できる zx ができるって形になります。はい。しかしこれ x の2乗が1個。 ここにも1個あるから合計でこれ 2x2 乗ができるんですね。同じように y2 2 z2 2乗乗ももつつああるるし、2乗も2つあるんですで。もっと言うとここマイナス 2xy ですよね。ということでこれよくよく考えてみると全部が 2x2 乗 2y2 乗 2z2 乗そして最後マイナス2倍の xy。 マイナス2倍の y z、マイナス2倍の z x って全部2個分あるんですね。つまりこの式とイコールにするには全体を2分の1してこの形にまとめるとできるってことなんです。はい。そしたらはい、えー、不等式を示す重要方針の形、2乗足す2乗の形っていうのが作れるのでここから0以上ってことが言えるわけです。0以上のもの足す0以上のもの足す0以上のもの をどれだけ足し算したとしても0以上ですよねということになります。でしょうか。はい。これで示すことができました。はい。えー、統合成立についても一応言及しておきましょう。考えておきましょう統合成立ってのはイコール0になるのはいつかってとこことですね。統合成立はここの2乗のところが0にならないといけないので、x イコール y。 しかも y-z、ここも0にならないといけないから、えー、y イコール z。で、z と x が等しくないといけないから z イコール x って形でこの形にならないといけません。まあ、こっちに書きましょうか。x イコール yz イコール z のとき。はい。ってことでした。いいでしょうか。はい。これで証明が終わりです。一気にできましたよね。 最初だととりあえずなんか左辺引く右辺してみたいな形で計算する人もいますがそれだけだと方針が立ってないんですねそれだけだと解けないよーってことですちゃんと不等式を示す重要方針を考えていきましょうねってことです必ずこの形になるとは限りません左辺引く右辺で計算できるもの多いですが模擬試験とか本番の入試になってくるとこの形をね、えー、使うことが多いのでしっかり押さえておきましょうねでは2番いきましょう xyyz=1 イコールっていう条件があるとき、xyyyzyzx が3分の1以下ってことなんですがここも見ていきましょう不等式の形ですしこれ2次の形ですよねなのでこの括弧ね、えー、積2つなんじゃないか、まあ、できるだけ過去の,2乗の形なんじゃないかなってところを使うわけです、えー、そしたらじゃあここの形どうやったら出せるのか 今使えるのはこの条件、x たす y たす z っていう条件ですね。はい、なので、この形を2つ、つまり2乗したらどうなるでしょうか。2乗したらどうなるか。2、はいえー、乗するとこれ、x2 乗たす y2 乗たす z2 乗、えー。そして、えー、プラスすることの2倍の xy たす yz たす zx。 これが今一になるわけですね。いいですか。で、ここ見ていきましょう。x 二乗足す y 二乗足す z 二乗っていうのは、これ x y 足す y z 足す z x ですよね。いいでしょうか。いいでしょうか。はい。そうすると、これここの形が、はい、えー、x y 足す y z 足す z x って形になるので、つまり x y 足す y z 足す z x っていうここの、えー、式 っていうものは YZ ZX すっていうのは今こいつが1っていうことなんですがえここの部分とここの部分っていうのは1の形を使うと1には届かないってことになります。これは1よりですわかりますかこの式が1ってことなんですがこいつよりもこいつの方が小さいわけですよね。から 小さいってことはイコール1だったものがそれよりは小さいはずです。まあもちろん、えー、とここイコールの場合統合,、えー、統合がね成立しているときはイコール入りますからこういう形になります、はい。ということはここをまとめてみると xy 足す yz 足す zx これが3つ分ありますよね。三つ分。1個と2個ね。合計したら3倍、えー。それが1以下ってことは 結局両辺3分の1倍するとこうということになるので示したいものが示せたよということ。でこれ統合成立も考えておきましょう。統合成立はこれはカッコ1でやった形と一緒。ここがちゃんと全部等しいとき。成立はカッコ1より x イコール y イコール z のとき。 ですが今具体的に全部、えー、x と y と z を足すと1になるよって話をしてるので、えー、とこれを考えてみたら x+y+z イコール 3x イコール1って形になるので x イコール3分の1つまり xyz っていうのは3分の1だし3分の1だし全部3分の1という形になるよと。 いいいいううことでしたいいでししたょうかはいえー、今ねこの形を見た時にいろいろねあの是非実験してほしいんですがその自分の中でねこうやったらうまくいかないなあれこうやったらうまくいかないぞっていう形と同時に方針をちゃんと自分で見つけておいて、えー、こういう形が来たら何をするのかこういう条件が来たら何をするのかっていう 行動の方針っていうのを自分のね、取り扱い説明書みたいなのをきちんと作ってから模擬試験に向かってほしいなと思います。はい、今回の授業は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。